情報によると最近ヨーロッパのブラックマーケットでとある富豪がどでかい宝石を競売にかけたんだと。そいつの名は光の虹目、つまり双子の宝石、世界の目の片割れだ。何百年もの間金や権力のある連中の手を渡り歩いた挙句、歴史からスーッと消えちまった幻の宝石だ。さすがのブラックマーケットも一気に色めき立ったって言うぜ。だがあまりの法外な値段に結局買い手がつかず、物は再び闇の中へ逆戻りしちまったようだがな。なーに、その売り手の居所はバッチリ掴んでるんだ。あとはお前がそいつのところへ行って煮るなり焼くなり、まあ好きなように料理しな。この情報を手に入れるためにこのエンツ様が散々骨を折ったことも忘れんなよ。どうせ宝石と一緒にこれの方もたんまり踏んだくってくるんだろ。追加報酬も期待してるぜ。てなわけで手がかりが消えちまわれうちにさっさと行ってきな。ヨーロッパの辺境のパラダイス、ビグリッドに。それでここがそのパラダイスってわけ。はい、というわけでベヨネッタプレイ実況続きです。第2章かな。というわけでヨーロッパ、なんだ、調べる、はあ、はあ、そういうこと。通常の人間には、触れることとかはできねえと。街を探索すればいいんですか。はい、どこに行けばいいんだ。道がなかった。お、ウィンウィン、ここかな？あ、すり抜けた。調べる。封鎖されている。防犯装置が作動したために警戒態勢が敷かれたようだ。は。ダメです。一応カメラボタン、カメラワークも切り替えられるんだね。あれ？もうダメか。出られない。ここか？壁に埋まった球体が怪しい光と鏡面を発している。近づくと光の強さが増すようだ。まるで魔女の力が示されるのを待っているかのように。何かしろってことか。どういうこと？
なるほどなるほど。どん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 攻撃して光いっぱいにしろってことか。ははん。 B を押し続けて光アップ、ジャンプ後 B で2段ジャンプ。B を押し続けて、そんなにあれだな。鉄の扉の中央に何かを差し込む穴が開いている。ダメですね。降りるかな。お。あ。なんだ。イモリの黒焼き。は。降りるのかな。降りたー。登れるね。あ、なんかある。調べる。太陽の紋章が書かれたオブジェだ。台座には魔女の墓標を表す紋章が刻まれている。壊す感じではない。これをなんかするんだろう。あれ、あ、なんもないわ。あれ、どうすんだろう。ん？あ、壊れた。あれ、何がきっかけだったんだろう今の。BGM 鳴り出したな。真実への旅、なんだろう、詳細。あ、ボヤージュタワード、ふんふん、なるほどね。ジャーナリストの道は、なるほど。あれ、あ、下か。すべてはヨーロッパの古い町、ディグビットって言って、足を見て、いや、私は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 何も書いてないじゃん。あ、序章ってことね。はい、OK、わかりました。あ、装備？さて、どうすんだろう。スタートボタンかな。違うな。マイナスボタン。あ、だだ。ウェポン。ほ、スカボローフェア。ほっほっほっほ。パセリ、セイジ、ローズマリー、タイムの名を冠する予兆拳銃。ほっほー、なるほど、詳細。あ、見れるのね。ほっほっほっほ、なるほどなるほど。なんかいろいろ装備とかを集めていけば、なるほど、いろいろできるわけだね。お、なんだなんだ。イモリの黒焼き配合。なるほど、素材集めればなんかいろいろできるってことか。アクセサリーは一つも持ってないよね。 OK、 じゃあ行きましょうか。あ、調べる調べる。2体1組の水晶の像のようだが片方が来なくなっている。強い恨みを超えて破壊されたような不自然な壊れ方だ。あら、なんだ、神に悪魔を出す術、ウィケッドウィーブ。パンチキックのコンボをつなげて強力なフィニッシュアタックを放て。どうですか。おっと、現れた。おっと、待って、脱いだ。あー、脱げてる。ありがてえ。あー、かわせない、かわせ、あれ、かわせない。はい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 、あちゃー、かわせないな。あっと、かわせない。コンボの途中でかわせないとダメってことか。攻撃中はかわせないんだよな。
タイミングがシビア、そして体力がやばい体力がもう、あれどうすんだろう、あらマジかー、なんだ、地と魔2つの力合わさりしとき、イカズチが何時の資格を試すだろう、水面を渡りたくば審判のイカズチを紙一重で避け己の勇気を示せ、持ち上げる、いた、あーそういうことか、急に脱げるからびっくりしたわ、起動、こういうことか、はい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 、生命力が結晶化して、あーありがてえ、体力回復した、これあれでしょ、攻撃する、OK、 わーい、お、なんだ、魔力で作動する昇降装置だ、人間で動かすことできないだろう、こっちでいいのかな、取りますよ、なんか拾った、なんかあるね、なんだ、思った通りだ、あら、この町は天使どもがうじゃうじゃしてやがる、魔界の連中がそわそわしているわけだぜ、何の話かしら、この人間界にも魔界や天界に近い場所が存在する、例えば俺たちが住む吐き溜めはそのどちらにも近い町だ、だがこのビグリッドは飛び抜けた天界に極めて近い、いやほとんど重なり合っていると言っていい、ここに住む人間特有の念によってな、ふん、ともかくここなら随分こいつが稼げそうだ、このヘイローは魔界でもいろいろ重宝する物でな、何か異様な時はこいつを集めてきたらいつものように取引してやるぜ、乗客としてな、相変わらずあんたもがめついわね、エンツォに気に入られているのも無理もないわ、それからこいつも分かってることとは思うが、俺はいつも通り俺が仕上げた武器の働きぶりを鑑賞させてもらいに来ただけだ、何があっても俺に泣きついたりなんてするんじゃないぜ、それじゃあ私も一言言わせてもらうわ、たとえあんたが作った銃でもノコノコ出てきて邪魔したら、そうね、どんなセリフがいいかしら、ああ、例えばこんなのはどう、ケツにぶち込むわよ、そうだ、そのノリで行きな、そういうノリなのね、あ、これは壊せそうだ、大したあれじゃないな、あ、なんだろう、マンドラゴラの目、あ、目か、ほう、単品では意味なんですね、あ、調合素材の一つね、で、どうすんの、ここに入ればいいの、入る、ゲイツオブヘル、あ、これがお店ってことか、一回ちょっと入ってみようか、すごいセクシーだな、びっくりしちゃうよ、武器の取引か、それとも酒か、どっちでも都合つけてやるぜ、
このマークは店主ロダンがおすすめするホットでグッドな商品の証。どれを買おうか迷ったあなた、まずはこちらからお試しください。うん、あ、まだない。ほう、高い高いなぁ。ほほほ、敵の攻撃を弾き返す力を持つ。マジか。あ、でも使い方があるんだね。天界の住人の大いなる怒りを誘う。はあ、どういうことだ。セレネの光、魔力と引き換えにウィッチタイムを発動する。ああ、攻撃を受けると発動させる。ウィッチタイムをうまく扱えない修行者のために作られたと言われる。ありがたいね。欲しいね。僕なんかまだまだひよこですからね。アイテム、あ、これあれだ、レッドホットショット。おお、月、力尽きた瞬間自動的に作用する。じゃあこれ1個持っておきましょうか。テクニック、エアダッチ。エアダッチ、空中での回避技。おお、スティレット、素早く敵の懐に入り強烈な一撃を食らわす突き技。ほほほほ、あ、こういう技も増えていくの。あら、ありがたい。魔法陣でワープし頭上から蹴り下ろす技、空中で行うことも可能。へえ、ちょっとなんか1個持っておきたいな。でも足りないわエアダッチしかないわ。ロダンズトレジャーズ、ロダンのお宝は何もない。はい、じゃあちょっとお金貯めてきます。どこ行けんだろう。あっちから来たからこっち調べる。はは、はら、あれ、どこ行くんだろう、これ。あれ、行くとこないぞ。あ、あれ、あれ、こっち開いてたっけ。一角獣の角、あ、調合素材の一つ。なんか落ちてますね。ウィグリッド駅舎前、数章の魔女像、賢者像。ちょっと待って、ははは、次のページってこと。このウィグリッドシティはビッグホーにウェルメイジョ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 イすいません、ごめん、待って、次、ベルティストン・クリスタロス。ほうほう、はは、時読み、あー、さっきのウィッチはウィッチなんちゃらね。はいはいはい、オッケー。やっていきましょうか。はい、あ、なんだ、あれ、捕まえるってあったけど捕まえられなかった。何だったんだろう。なんか紫色に光ってるカラスがいた。もう一回来る、あ、もう一回来るね。捕まえる、あ、魔女の血流、さっきもそういえば捕まえたな。何なんだろうこれ。先に進もう。あ、なんだ、嫌な予感しかしないわ。天使降臨。わ、下級三体大天使アプラウド。
痛い。よく戦って卑怯だぞ。パープルバトル。あ、連打しろってことか。あれ発動したら。Y で天使の武器を装備。何が起きた。お、なんだこれ。なんかが起きた。押し置きです。あ、横にいた。はい。痛い。はい。気持ちいい。来た。はい。あれ。違うの、連打するんじゃないか。痛い。おっと、痛い。何だったんだろう、よく分かってないんだよな。自分で何してるか分かってないんだよな。中級3体脳天使ビラブド、中級天使です。あ、ちょっと待って、捕まれた。はい。なんかある、アイテムゲット。はい。はい。魔力がたまらない。クライマックス。おっと、おー、わー、連打。うひー、拾えんの？おお、持ったよ。軍隊行進曲。へえ。なんだろう。BGM が聴けるよみたいな感じかな。おっしょい。開く。出たー。よいしょーい。はい。終了。え、以上ですか。なんか拾った武器の試し撃ちみたいな感じだったのかな。あ、アイテムがある。アイテム、あ、上にもアイテムがある。取りたい。あれ、取れない。なんだ、ウィッチハートのかけら。4つ集まれば体力の上限を上昇させる効果を発揮する。 ありがてー。熱いもなんかあんの。はい。
以上かな。またボス的なやつが出てくるかな。あ、何をしている、急げ。過去に連れて行かれた。うわー、でっか。逃げるのか、逃げるのか。体力ゲージないの。強っ。あ、違うな、敵が受けてきてくれてるな。あれ、一人食べられちゃったよ。逃げるしかねえのか。ちょっと待って、どうすんの。聞こえられそうにないの。あれ、どうすんの、倒すの、こうやって倒すの。ちょっと待って、戻れもしない。どうすんの。痛い。あ、どうすんのこれ。このまま倒さ、倒さなくなるってこと。倒し方がわからん。ロックオンもできました。どうする、このまま打ち続ける。おう、怖い怖い怖い。あ、当たっちゃった。ギリギリでいけると思ったらいけなかった。はい、あら、回復した。あ、ウィッチタイム発動したな。触ってごらんなさい。あ、うーよねえ、これずっとかわし続ければいいのか。どうすればいいのか分からん。あ、あ、そういうことか、そういうことか。やっと理解した。やっと理解した。あ、待って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 、心の準備ができない。あれ、当たった、当たりました今。うっそ、何それ何それ何それ、それ卑怯だ。あ、かわせない。どのタイミングだろう。もうちょい早いか。なんだあれ、まだ全然倒してなかったぞ。あ、帰った。うわ、ブロンズメダルだって。しょっぽ。しょぼさー。なんだ、なんかあった。ははは、保護のために封鎖される前は観光用に公開されていた。おほん、魔女の飛躍。これ読み物ですかね。錬金術を読みながら金属肉体に、ホンブラの魔女に、はいはいはい、それぞれ装甲証拠を、それはもちろん現実の三位一体のプルガトリウム。ああ、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 なるほど。じゃあ、素材を集めるなら、あ、あ、あ、戦闘に参加しろと。ほほほほ、
ちょっと待って、なあのさあ、あれが何のあれなのかわからん、何のアイテムなのかがまずわからん。あ、待って、なんかある。ああ、そういうことか、そういうことか。はい、 OK です、 OK です、入ります。はい、おっと、そのレコードは天使の歌声じゃねえか。あ、さっき手に入れたやつ。また珍しいものを見つけてきたな。そいつは魔界の悪魔どもをおびき出す餌みたいなもんだ。その音色を聞かせてやれば、魔界の奥底から滅多に顔を出さない大物も寄ってくる。俺の芸術品に極上の力を吹き込むとびきり荒っぽい奴らがな。いいだろう、そいつと引き換えに天使も泣き出す魔界仕込みの一品をあつらえてやる。ちょいと一仕事してくるから、そこでくつろいでな。あー、じゃあロダンが全部やってくれるんだね。レコードあげると、まあ、その大物を呼び出して倒してくれるってことね。おお、できたぜ。少々暴れん坊だが可愛いやつだ。仲良くやってくれよ。オニキスローゼス、あれ二丁拳銃だな。ウェポン、おっと、結構取りますね。うー、ナイスセクシー。ちょっと先行きましょうか。おっと、なんだなんだなんだ、お、来てる来てる。おっと、あっと、びっくり。あ、これ倒せる。いい、いい、いいです、いいですね。あ、なんだ、あ、ちょ、なんだ、あ、刺す刺す、どういうことだろう、ちょっとわからない、わからないけど、とりあえず攻撃してる。ジャンプ、ちゃんと B 押したのに。投げた時に上と B か。うい、なんだ。あれ、いなくなった、いなくなったってことないでしょ。すごい魔力溜まってる。あー、出た。お、死んだじゃん。死んだじゃん。光あるところ影ある。わかったよ。あ、ここから、ありがてえ。わけわからず死んじゃった。それからこれ逃げようってことね。はいはい、 OK です。おいおいおい、でもフィールド壊されてる。ちょ、ちょ、痛い痛い。おっと、ちょっと待って、フィールドが残り少ないんですけど、痛い。空中回避できない、空中回避まだ覚えてない。よし、あれあれ、かわせてないぞ。あれ遅いのか。あれ遅いな、回避が。
割と余裕持って回避してもいいんだね。ギリ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 でダメやらなきゃダメだと思ってたけど、そうでもないっぽい。割とその辺良心的なんだ。クライマックス。もう手前にしか手前にしか視線が。おおしゃ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 、いけいけいけい。うい、ナイス。おい、クリア、ありがとうございました。あ、3回死んでるぞ。まだ死んでねえ、最悪だぜ。あららら、ら、はい、というわけで、ベヨネッタプレ実況第2回でした。はい、どんどん進んでいきましょう。どんどん慣れていきたいね。はい、それではまた次回、バイバイ。